囁くように恋を歌う11話、12話放送未定、カット多数、作画崩壊と不満が出てしまうに対するネットの反応を紹介します。ついに放送予定未定に。おいおい、晩作つきすぎ。通過10話も作り直してほしい。話がロシを通しても腰取れないほど濃いのに終始作画がヤバすぎ。作画丁寧にした版を1話から改めて放送してほしい。カットされたとこ、よりとひまりがカラオケでデートするとこ、よりとひまりがお祭りで初キスするとこ、よりとひまりがよりの家でお泊まりして一緒のベッドで寝るとこ。ええ、カットされた大事なシーンたち。わかりました、明日原作買ってきます。せっかくひまり役可愛い声にしてより先輩もかっこいい瀬戸麻美起用できたのに素材を生かさないんだ。ひまりちゃんの中の人も初主演だったのにかわいそう。個人的にこの人を見つけてひまりの声をやらせたことが原作組からのアニメに対して唯一褒められること。ひまりちゃんの声と芝居は説得力あったな。そりゃみんなこの子好きになるわっていう。なんとか力を振り絞って投稿。作者が頑張って見せたいシーンを微妙なアニメじゃなくてボイコミにした説出てきたな。ツイッター見たらまさに今話題のカットされたとこのボイスコミックが投稿されてて笑った。ユリアニメで主役格のキスシーンを本編でやらないだと。このアニメの存在意義はなんだよ。32部もあって笑った。総集編やらないでこれ流せばよかったんじゃ。アニメでや、いやこの制作ならやらなくてよいか。急に作れるようなもんじゃないからアニメでカットしたものを披露意図で作ってたんだろうけど、やっぱ恋愛アニメのハイライトたるキスシーンまで削除は鈍犯と言わざるを得ない。ちょっと待てよ、夏祭りボイスドラマでやってアニメではカットするのか。主人公側で一番大切な話だぞ。尺ないのはわかるけどさ、マジかよ。まずこれ入れる尺ありきで考えろよ。なんでユリアニメで主人公たちのキスをアニメでやらないんだよ。でも今んとこストーリー上必要なところやってるって感じだからカットも致し方ないのでは。ローレライ組をもう一人の主人公にしたいという意図の構成ならこれでいいんだが、より先輩があまりにも割を食いすぎていて気の毒になってしまうんだよ。水口敏穂のこじらせを長々と6巻分もやっても、原作読者がついてきたのはよりとひまりのシーンを合間合間にちゃんと入れたからだとつくづく痛感する。急にシリアス対番展開で6巻もやるもんだから引き伸ばしひどいなと思ってたけど、そこだけ抽出したらそや文句しか出ないわ。CD 売りたいライブやりたいな企画のために選んだ原作ってことかな。作品として大事なとこことごとくカットで早巻きでストーリーだけ進めるって。制作ずれたせいでガルバンが3本も被る戦国時代に入ってしまって完全に埋もれてるという。ボイコミめちゃ良いな。1クール分までのとこ全部ボイコミで作り直すだけで良いわ。想像で動くより先輩ひまりちゃんの作画最高だった。ボイコミで完結まですればいいんじゃないかなって。ひどい作画だったな。2週間空けてこのざまかよ。まあ実質これで終わりだからもう良いけど、せっかくの本格ユリアニメだったのにもったいない。制作会社ガチャ恐ろしすぎる。せっかくこんなに原作綺麗なのにアケビちゃんみたいな制作会社がついていれば。悪名高い横浜ラボ聖者無双や破滅の王国が有名だし予想はできたんだ。問題は1、2話は非常に美麗だったことで期待値を上げちゃったわけよ。12話なのに作画ヤバくて草。作画はロタ。最終回で作画一番ひどいとは思わなかった。まさか最終回に最大級の作画崩壊を出してくるとは。やっぱり最終回でこの作画がと書きに来たらみんな書いてたわ。最終回クソ作画だったのは普通ならリテイクなるところをどうせ最終回だから落としても意味ねえだろのやけクソでそのまま放送したとしか思えない。4月だか5月にスタッフ半分以上逃げられた夏はこれにクールとなろう作品をやる予定だったが同じタイミングで時期未定の延期になる。さらに1月にも新作アニメやる予定だった。最悪全部中止になる可能性もあるが、ささこいだけでもなんとかしてほしいがマジでどうなんだろ。正直スタジオ存亡の危機なきが、監督と脚本ガチャもあるぜ。シリーズ構成も忘れないで。総集編2週でこれってメインスタッフはほとんど他の時期作に移行してて、全部海外にぶん投げてる感じなんやろな。スタッフ逃げたの？ささこいやってる人が半分以上辞めた言ってた。最初は嘘だろと思ったけどクレジット見てマジだったかになった。前任の監督は体調不良ってことになってる。他のスタッフは1クールずれたんで予定入ってた作品に移動って感じじゃねえかな。あとは後任の監督で配線処理やるしかなかった。監督交代したの3話からだけど、監督変わるだけでここまで出来変わるとは思わなかった。次回分は制作中らしいが最終回はまだ一切作業してないんだっけ。制作環境がもっと地獄だった。エンディングの作画テロップにいっぱい出てくる中華系の名前見て現場がどうなってるのかなんとなく察する。作家がいっぱいいるといよいよやばいらしいぞ。
これどのカットをどこの国の誰に投げたのか把握して回収するの大変そう。これでアニメ化しましたって言われるの？ AI で修正。AI に任せた方が作画良くなるのでは。左のが AI？ そう、右の公式画像2枚を参考に作らせた。話の中身より作画が気になって仕方がない。良い話なのに作画ひどすぎて内容が入ってこないよな。もう半年休んで良いから作り直してほしい。これ円盤待った方がいいやつ？出ない可能性すら。修正なんかやってる余裕ないぞ。円盤待っても作画が良くなる可能性があるってだけで、構成とかカットした話とかはどうにもならんからな。円盤予約、書き下ろし漫画と特典 CD のために買うと割り切るか。そう思わないとやってられないくらいひどい作画だったわ。ここの会社には二度とアニメ作らせるなって言いたくなるわ。本当の意味で制作ガチャに恵まれなかった作品だな。フォロワーも元から多かったからみんな期待していただろうに。京アニとか PA 制作だったら全然違う世界線を俺らは見れたのかね。気づいたら休止してたり主人公が変わってるアニメささこい。本当それ、しかも残り2話が放送日未定とかありえんで。シホの方が主役なのは変な物語構成やね。よりなんか添え物やんけ。シホあんだけ押しても書き下ろしグッズは暇より出だけってのが。ユリ原作で一番すごいと思ったアニメ化は点々だな。あれは原作の無駄な部分省いてテンポ良くしてるし、何より最初から最後まで作画が良い。アニオリの部分もあるし原作カットされてる部分もあるけど、1クールの作品としてまとめるためにはそうした方が良かったってのが見ててわかる作品だったよね。最終話の尺が足りないから一部のシーンをなくなくカットしたら、結果的にメインカプがいたすこと最後までいたしたように見えるようになった。ってのは確信犯だろと思った。点々で原作通りキスシーンもやったディオメディアだったらな。点々アニメ化したのかつてはクソアニメメーカーと呼ばれたディオメディアなんだよな。そのうち良い方向に化けることはあるとは思うんだけど、放送時期がコロナの影響受けまくってるタイミングで大丈夫かと思ったらまさかのカンパケ納品だったという。10話で8巻までやるってどんだけ息急いでるんだ。なんか目論みがあって原作紹介急いだのかね。一話に詰め込みすぎや。複数話に分けて少しずつ出してくネタを一気にぶっ込んできた感。そして残り放送は不明っていう。やらかした万作作はローカルならジクールのどこかでは太って放送だけど、これキー局やしな。旧末のテレ朝系枠なんて確保できないだろうから。 PS 配信サイト限定で残り2話やる感じかね。一応テレ朝枠でやるのか。そりゃそうよ、沼アニメーションはテレ朝が制作局なんだから。今回の動画いかがでしたでしょうか。ファンが見たいところをカット、放送前から1クール延期、放送中に2話総集編、最後の2話は放送未定、そして作画も良くないという、残り2話は制作の都合を足す放送枠の確保で大分期間が空きそう。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。